一番よく使われるアームスイング、名前の通り腕を振る。で、あのよくあるのがこう例えばボクシングみたいな感じでジャブジャブジャブスイングフックアップ両手、なんかこんな感じの、スイングがあります。で、俺がよく使うスイングは結構肩からこう野球のボールを投げるぐらいのイメージでスイングスイングで、例えばそれに、2回スイングスイング肩に止めてスイング、あとは一度上に上げたやつを内に戻す。で少しつなげると右手左手右手スイング手上、じゃあここで俺とはちょっと違う、ほんのちょっと違うスイングを見せます。じゃあ先一先一、彼のスイングは両手でスイング、結構ダイナミックに胸からこう出すような感じでスイング、でその後に片手でスイング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 、こんな感じですね。イエス。じゃあ次京吾次京吾のスイングを、まず最初はアームスイングからで、アームスイングが終わって次は、ね、肘で少しこうスイングを入れます。でその後にバリエーションが前から開くポイント、じゃあ一回ゆっくりゆっくりやで、スウィン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 、ファイシェイセブワンツースリー、俺とまたちょっと違う感じのスイング。じゃあ以上ですあっと、じゃあもう一人、彼のスイングは結構もしかしたら一番でかいかも、結構ねこうアッパーっぽい感じの結構ダイナミックな、あ来た、それチェストバップスイング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 、じゃあ次はパワームーブ、パワームーブは、全身の力を使って、一瞬にして体を回したりとか上から下に叩きつけたりとかするねんけど、僕がようやるのは、体をこういう風に回すパワームーブをよくやります。でこれをやるときに腰が、止まってると大きさが全然出なかったりとかするので、腰を後ろから右前左後ろっていうふうに回すねんな。でその時に上半身を前に持ってきておいて、腰と上半身が逆に動くように、例えば腰が後ろやったら上半身前で、腰が右やったら上半身左、腰が前やったら上半身後ろ、腰が左やったら上半身が右ってやんねんな。でそれをやって、それを自分の筋肉で一瞬で回してあげる。でバリエーションとしては例えばストンプで前に出る、そのままパワームーブ、最後にチェストポップ。
っていう風な流れがあるので、一回音でやってみようか。はい、じゃあ次はパワームーブのもう一つバリエーションを紹介します。まず自分の腰を左に持っていきます。そこからロールして右に持っていきます。この時に自分の左手を自分の頭の後ろから前に持ってきます。ここから腰が右に移動する時に今度は右自分の右の手を上に引き上げます。ここから自分の左足を右足を軸にしてスライドします。スライドしたら次自分の頭からここ後ろに抜きます。そして前まで来たらそのまま振り下ろします。チェストポーズ、まず腰を前に出すやろ。でお腹を出す。で胸を出す。わかる？あんまり肩は引かんへんように腰、お腹、胸、腰、お腹、胸。慣れてきたらちょっと背中をグッと前に押し出すような感じ。腰、お腹、胸。もう一つ慣れてきたら腰、お腹、胸、首。チェストポップに胸から首を一回だけ下に、こういうバリエーションもあります。あともう一つバリエーションが右へスライドをして膝チェストポップ膝チェスト。じゃあこれをつなぎます。いくで5 6 7 8 2 4 4 8。拳が爆発をするように見せる動き、例えば両手で叩く、その時に爆発する。